US レーーシングの斉藤ですすいいつもサポートありがとうございます今回はインディーカーシリーズ第11戦ナッシュビルのスポッターガイドを見ながらエントリーするドライバーとマシンのラインアップを見ていきたいと思います驚いたことにこのナッシュビルはインディー500の33台に次ぐ27台ものエントリーがありました、まあ、徐々にシリーズが盛り上がってきているんだなっていうふうに思うわけなんですけど 一体どんなスポンサーが新しく参入してきているのかその辺りも見ていきたいと思いますはい、えー、でこちらは今見ていただいているのはですねこのスポッターガイドなんですけれども、まあ、今回のコースはナッシュビルのダウンタウンのど真ん中にある、えー、コースになるわけなんですけれども、えー、この橋をですね行って 帰ってみたいな感じでですね、これまであんまりなかったタイプのデザインになってますね。はい。で、The Streets of Nashville, Tennessee ということで、えー、ナッシュビルのダウンタウンに、えー、特設されたストリートコースなわけなんですけれども、2.17マイルの11ターンのテンポラリーストリートコースということで、 えー、先ほどあの写真ありましたけれども、あのー、ブリッジトラフィックというふうにこいうに書いてありますけれども、えー、ここはですねカンバーランドという川に、えー、かかっている橋なんですね。はい、でですね、えー、パローがアレックス・パローがですねこのままランキングトップをキープするか、えー、それとも、えー、2番手のオワード そしてスコット・ディクソンがですね、えー、迫ってくるかということをここに書いてますね。はい。えー、で、これがそのコース図になるんですけれども、はい、非常に珍しい、えー、レイアウトだと思います。で、ここを80ラップ、えー、173.6マイル走るってことで、いつもの200マイルうんよりは少ない感じですかね。で、ここにビッグマシーン あるんですけれども皆さんビッグマシンって言うとなんかバイクかなんか思い浮かべれたりするのかななんて、まあ、そういうバイク雑誌とかありましたよねはい何かというとですねこれなんですよはいえーここにビッグマシンウォッカって <laughs> 書いてありますけれどもウォッカなんですねはいえー こんな感じのボトルで、えー、ザマ・マあ、ザ・スムーセスト・テイスティング・ウォッカ・ピリオド <laughs>。なんか断言してますね。はい。で、2020年の、えー、ベスト・ドメスティック・ウォッカー、まあ、国産ウォッカーのベストに選ばれたということなんですね。ダブル・ゴールド・メダルということで、はい。えー、なんだかすごい。 悲しいんですけれども <laughs>、はい、こんな感じでですね、あのー、ここがお酒、あのー、作ってるところなんですけど、ナッシュビル、地元なんですね。まあそういうのもあって、えー、今回、スポンサーになったのかなっていうふうに思うんですけれども、えー、ここで飲めるということで、まあ、いつか機会があったら行ってみたいななんていうふうにちょっと思ったりしています。はい。なんかいいですね。 これなんかまさにナッシュ入りっていう感じの雰囲気の、えー、写真ですけれどもね。はい。ということで、まあ、あのー、ウォッカーといえば、かつてね、あのー、はい、こんな感じで、えー、ファジーズ・ウォッカーっていうのが出てましたよね、えー。いろいろグリーンのカラーリングとか、ブラックとか、白と、 ね、金色とグリーンとかいろいろなコンビネーションがありましたけれどもはいエドカーペッターレーシングについていましたねはいでこのえー、ビッグマシーンなんですけれどもトニー・カナーンの最後の年にですねこういう形でついていましたよねエージ・ホイトレーシングではいでビッグマシーンウォッカーということでブラックの カラーリング覚えてる方もいらっしゃいますかねはいえーそのビッグマシンがですね今回タイトルスポンサーということになっていますはいえーでは戻ってですね、えー、早速各ドライバーを見ていきましょうかねまずはよこちらはいえージョセフ・ニューガーデン えなんですけれども、まあ、現在ランキング4位ということでね、えー、なんですけど、このナッシュビルが実は地元なんですね。はい。えーまあ、初めて地元でやるレースということで、あのナッシュビルといえばかつてあのオーバルでやってた時期があるんですけれどもね、その頃はまだ、確か2008年が最後だったと思うので、 まだ入話では出てなかったんじゃないですかね。出てなかったと思います。はい今回は日立カラーで、えー、出てきています。はい続いて、えー、カーナンバー3見ていきましょうか、えー。スコット・マクラフリンなんですけれども、ルーキー、えー、ですねで。今回ですね、いつもの PPG カラーとは違うので、皆さんこの辺ちょっとご注意ください。あのデックスイメージングっていう のがついているわけなんですけれども、えー、Dex イメージングというのはですね、えー、こちらがそのサイトになるわけなんですがあのー、どんな会社かというとですね、えー、コピーとかコピー機とか、あのー、プリンターとかああいう,こう印刷関係というかですね、えーまあ 各会社がそういう機械を持ってるんですけれども、それをメンテナンスしたりだとか、いろいろそのコストダウンする、何でしょうね、えー、情報を提供したりだとか、ということらしいですね。<laughs> まあこういう形で、えー、コピー機とかいろいろありますよね。こういうのをですね、えー、あの会社にあったものをこう、えー、届けて、メンテナンスをして、 で,できるだけそれで言いながらですねペーパーレッスンの社会を作っていきましょうなんていうこともちょっと書いてましたけどもはいでこれずっと下にスクロールしていくとですねここにえーシーハウウィヘルプトザ・ペンスキーコーポレーションね私たちはどうやってペンスキーコーポレーションをのプリンティングストリームラインゼアプリントプレーションズネーションワイドって ありますけれども、まああのえー、全米にあるペンスキーコーポレーションのプリントするコストを下げたりだとか、えー、いうことをですねあの助けてきたというようなことここに書いてあってこの動画を見るとですねあのペンスキーの,その、えー、多分ポルシェのディーラーのだと思うんですけれどもいろいろインタビューを受けているとかっていうのが出てましたね。 まあこれからもわかるようにですね、ペンスキーと非常にこう結びつきが近いということで、まあ、PPG もそうなんですけどね、えー、PPG もかつてカートの、ねえー、時代に、えー、PPG の役員をペンスキーやっていたんで、まあ、その関係もありますよね。はい、ということで、今回はですね、えー、PPG ではなく、この DEX イメージングがついているということです。 はい、で、マクラフリンはですね、現在ランキング13位ということで、えー、ここからね、どこまでまた終盤に向けて追い上げていくか注目していきたいと思います。はい、で、えー、カーナンバー4はですね、えー、エイジ・ホイト・レーシングのダルトン・ケレットということになります現在ランキング24位ということなんですが、えー、頑張ってほしいですね。 K-Line って、えー、これまでまあ初めてのスポンサーではないので、えー、特に僕も <laughs>、あのー、注目はしてなかったです。ここにインシュレーター USA インクっていうふうにありますけれども、まあ、どんなスポンサーかというと、あれですね、外資って皆さんわかりますかね、あのえー、これですね。 えー、ここに出てるのは何,何かちょっと <laughs>、これだと分かりづらいんですけどね、あ、これ,これです、これです、あのー、電線のですね、この部分、はい、この部分、外資って言いますよね、こ,これをですね、作る、えー、会社のようですね、はい。はい、ということで、えー、カナダがですね、本拠地なんですけれども、はい、意外な。 こういうブランドも入ってたんだなっていう <laughs>。最初僕、K ラインっていうとですね、川崎汽船でしたっけあのそっちの方の、船の方のですね、K ラインかと思ってたんですけど、全然違いましたね。はい <laughs>。はい、じゃあ続いて、えあれ ?7 番開いちゃったですね。カーナバー5ですね。パトオワード。え現在ランキング2ということで。 えー、頑張ってます、若手。はい、あのー、2勝を挙げてね、えー、本当に今シーズンはあの、アレックス・パローとこのパトーワードが大活躍ということなんですけれども、あの、もうこのアローに関しては、皆さんご存知ですよね、あのちなみに、これは日本のスポン、あ日本支社というか、えー アローエレクトロニクスジャパン株式会社っていうのもあってですね、これをちょっと見つけたので、あのえー、紹介したいなっていうふうに思うんですけれども、えー、アローエレクトロニクスの日本支社ですということで、半導体、電子部品、光デバイスなどの世界最大級サプライチェーンということになっています。はい。あの詳しくはぜひ、えー、この内容を皆さんご覧いただければというふうに思いますね。まあ、アローといえば、ね、不安 まあね、あのマクラーレンということでやっているというのが、まあ、その縁で、えー、今回、マクラーレンのメインのスポンサーというか、まあ、その前の、えー、シュミットお・ピーターソンのですね時代からアローはついてましたけれども、はいまあ、そういう,でしょう関係もあるかなと思います。は、えー、はいパトワード今回はどううでしょう、えー はい、続いてですね、えー、エイリオ・カストロネベスが復活しました。インディー500で、えー、4勝目を挙げてですね、えー、その後デトロイトに出るんではないかという話もあったんですが、まあ、その翌週、翌々週ですね、えー、だということで、えー、間に合わなかったようですね。で今回 この新しいナッシュビルの市街地コースに出るということで、06番はインディ500の時と同じということで、トランスカードというスポンサーがついています。あの、インディ500の時のピンクのえカラーリングではなくなっていますね。はい。チームは同じメイヤーシャンクレーシングということになっています。はい。このトランスカード なんですけれどもまあ、どんな会社かというともう僕もちょっと全然あの分 <laughs> かってなかったんですけど、えー、なあのー、要はですねまあなんでしょうね金融関係の,、えー、そのいろいろこう <laughs> この辺りをこう僕が理解するのもかなり難しいかなっていうふうな感じではあるんですけれどもね。えー ここのナッシュビルが地元なんですね。はい。で、あの、ワールドワイドでいろいろこう、やっている、まあ、要は、ペイメント、支払いのですね、えー、一つの、こう、なんていうか、ソリューションというか、方法というか、えー、そういうサービスを提供しているらしいんですけども、まあ、これはちなみに、あの、サッカーチームとかをですね、応援したりとかもしているようですね。はい。えー、まあ、そういった。 なんでしょうね。金融システム。支払いのですね。新しい仕組みをグローバルテクノロジーペイメントリーダーってなってますけれどもね。はい。実際にどういう仕組みなのか。また機会があったら勉強してみたいと思います <laughs>。はい。こんな感じです,すいません <laughs>。はい。え、入江克典です。久しぶりの市街地コース。え、ぜひ頑張ってほしいです。ね。 はい、続いてカーナンバー7番、えー、フェリックス・ローゼン・クビスト、まあ、デトロイトで、ね、あのでかいアクシデントを起こしてしまったんですけども、まあ、それ以来となる市街地コースですね今回無事に、えー、走りきってほしいなというふうに思います、うん、で今回あのというかカラーリングがですね、えー、さっきの,あのパトワードのカラーリングも 黒とオレンジのカラーリングになってましたけれども、まあ、今回、フェリックスのこのカーナンバー7番もですね、えー、この新しいカラーリングになっていますね、デザインになってますね。であの皆さん、もうビューズってご存知かな、えー、これはですね、何かというと、まあ、実はですね、あのこれ電子タバコだと思うんですけれども、えーこう 最初、あのー、<laughs> ウェブサイトにアクセスしようと思ったらできなかったんですね。なぜかエラーが出てしまって、えー、このビューズってここなんですけど、このページノットファンドっていうことで、えー、で、まあ調べてみたらですね、まあ、こういう、はい、えー、電子タバコだと思うんですけれども、えーまあ、この手、<laughs> これだらのやつはちょっと、 あどうなんでしょう実際に試してみたことが全然ないのでよくわからないんですけども。はい。<laughs> 何なんでしょうね。あの、まあ、このあたりになるとんとなく、あ、紙タぼっこっていうか吸うやつなのかなっていう,うに感じますけどね。はい。えー、ということでこういうブランドらしいです。あのー、このロゴの上をよく見るとですね、えー アボコと同じようにこう注意書書きが書いてあるんですね。まあ、健康のために水ぎに注意しましょうみたいなことが書いてあるので、まあ、おそらくこのビューズのことなのかなというふうに思うんですけれども、はいえーまあ、今年はですね、ローゼン・クビストちょっとあのそういう意味で、えー、マクラーレンに移ってきて無本意なシーズンになってきて現在ランキング25位ということなんですけれども、まあ、あのいいドライバーなので、まあ、今回 なんとか後半に向けてこれから調子を挽回してほしいなというふうに思います。はい。では続いてカーナンバー8番いきましょう。いつもの,あのチョコレートカラーではなくてですね、今回マークス・エリクソン。あの、ブライアントっていう、えー、ロゴが入ってますね。このロゴ、皆さん、昔からあのインディーカーを見ている皆さんご存知だと思うんですけれどもね。 はい、よく出てきてますよね。ブライアントというのはですね、ちなみに、えー、こちら、あのまあ、こ,れ <laughs> これだけ見ただけじゃ分かんないですけど、ここにヒーティングクーリングシステムズって書いてありますね。はいまあ、要はヒーターですね。家の,の中を温めるヒーターとか、まあ、あとクーリングシステムってありますけれども、えー、要はエアコン、 のことですね、はいえー、そういうものをですね、扱っていますね。ここにあのエアコンディショナー、ボイラー、えー、ダクトレスシステムとか、いろいろそういうものが書いてありますけれども、はいあの昔からですねちょこ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 スポンサーに出てきて、特にあのインディ500だけのスポットでスポンサーをすることが、えー、これまでに、えー、なんだか何度かあったのを覚えています。 で、これが、あの、新しく今回、エリクソンに。えーまあ、今年、確か初めてですよね。このブライアントって。じゃなかったかな <laughs> すいません。あの、いつもの、この、ハスキーチョコレートでは長いんですね。そのあたり、皆さん、ご注意ください。はい。えー、で、あの、マークス・エリクソンはね、今年、デトロイトで、あの、初優勝を遂げましたね。えー、またそのデトロイト以来の市街地コースということで、ぜひ、 えー、頑張ってほしいですはいでは続いてチームメイトチップガラシレーシングの昨年のチャンピオンスコット・ディクソンを見ていきましょう、えー、現在スコット・ディクソンはですね、えー、若手2人の、えー、後ろにつけるランキング3位ということになっていますはいでもう皆さん PNC はもう分かりますよね PNC 君銀行ですね はい。なので、えー、去年まで PNC バンクって入ってたんですけども、も今、これは、あれですかね、キャンペーンのー、何でしょうかね、グローアップグレートって書いてますね。<laughs> グローアップグレート。はい。ですね。はい。<laughs> っていう風に書いてます。えー、はい。ここに PNC バンクって入ってますね。はい。まあ,あ、の、これから終盤に向けてですね、えー どううでしょうね巻き返していくのかチャンピオン、えー、その辺りねあのー、お若手2人がずっと最後まで粘るのかその辺り本当にもう楽しみというか <laughs>、えー、注目していきたいですねはいさあそして、えー、カーナンバー10現在ランキングトップポイントリーダーのアレックス・パローです、えー、素晴らしいですね はい、384点でランキング1位ということなんですけれどもまあ、あのー、スペインのね、えー、ドライバーということであのランキング2位がメキシコ人ということで <laughs> はい、スペイン人とお、ねえー、メキシコ人がランキングのワン、ツーという感じですね。はい であのー、パロはです、ね、シーズンの序盤にあったカラーリングではなく、ロードコースとか市街地コースでよく使っているこのブルーの白丸マークの NTT データカラーで今回は走るみたいですね。はい、ということでランキングトップ、えー、このまま維持できるのかどうかぜひ頑張ってほしいです。 さあそしてえこちらもおなじみのカラーリングということで、えー、カーナンバー12ウィル・パワーですね。はいえー、ウィル・パワーは、ね、シーズン中盤にかけて本当にあの不運が続いてましたからね、あのーまあ、ニューガーデンもそうなんですけれども、えー、このウィル・パワーも、ね、市街地コース非常に得意ですしね、えー、らしからぬそのランキング11位と。 いうことになっているんですが、まあ、なんとか、あの、これから盛り返していってほしいというふうに思います。はい。え、このカーラー、カラーリングも大丈夫ですよね。5G ということで、これもいつもと変わりません。はい。さあ、そして、えー、カーナンバー14。これは、ロキットっていう弁ですかね。あのー、ロックイットなのか、ロキットなのか。は、まあ 呼び方はですね、ちょっと <laughs> お定かではないんですけれども、はい、F1 をご覧の方はですね、もうすでにこのブランドはね、あのウィリアムズでしたっけ、ついてましたよね。はい。あのー、どんな会社かというとですね、えーまあ、これも今シーズンというか、ずっとついてるんですけど、僕自身あんまりよく分かってなかったんで、もう一回振り返りたいなというもんですが。 えー、ここに書いてますね。ポォンズ、電話ですね、えーあ。携帯電話らしいですけども、あとドリンクス、えー、っとサービスズ、ズなんだろう。<laughs> Wi-Fi、E-Bikes。これはあの電動バイクのことですねで。あとコンテンツとかを扱っているみたいなんですけども、あここにあのフォーミュラ E の,あの車も出ていますけれども、 なんか共同でチームもやってるみたいですね。はい。まあこんな形で。えー、こうやってずっと下を見るとですね。えー、これがあの携帯電話ですね。で、これが電動自転車、電動バイク。はい。で、ベネフィットとかドリンクス、ビール映ってましたね。あと、 シティーズってこれが Wi-Fi なのかな、はい、あとゲームもやってるんですね。はい。とラジオもやっててあ、こういうスポンサードもやってるということですね。はい、まあ本当なんでしょうね。幅広くいろんな分野をこうやっていて、えー、不安もですね、えー、やっていると。 いうことなんですが、エ、はいあのージェント・ AJ、ホイトのこの、えー、14号車についてですね、えー、かなりあのこれから長期的なプランでやっていくのかななんていうことをちょっとあの予想してたりするんですけれども、まあ、あのセバスチャン・ブルーデーはですね、まあ、市街地コース得意ですし、まあ、今回、 ね、あのいい成績を上げて、えー、スポンサーにも継続してもらいたいなというふうに思いますね。はい、はい、では続いて、えー、こちら、カーナンバー15、グラハム・レイ・ホール。こちらはおなじみのユナイテッド・レンタルズですね。はーい、えー。現在、ランキング9位ということですね。あのユナイテッド・レンタルズは、皆さんご存知ですよね。 まあ今更言うまでもないという感じもちょっとあるんですけれども、こういったですね、建設とか、え、なんでしょうね、工場内というか、あの、いろいろこう、こうやってあの、ラダー車っていうんですかね <laughs>、リフツって書いてますけども、え、こういったですね、 あのまあ、建設にも使えるんでしょうけどもあとメンテナンスとか、あのー、倉庫内のなんでしょうね、えーまあ、いわゆる働く車のですねレンタルをやってくれてる会社ということで、まあ、ここにあのいろんな、えー、プロダクスが書いてありますね。はいということで、えーまああのー、グラウにはですねいつもそのいろんなスポンサーが。 あの特化引っかいろいろついているんですが、もう今回はユナイテッドレンタルズということで、えー、走るそうですね。はい。で、あとはこちら、エド・ジョーンズ、えー、シールマスター。このあたりは皆さんご存知ですかね。一応、振り返っておきましょうか。シールマスターね。あの、もう2年ぐらいになりますかね。えー、このどういう会社かというと、もうここに、 ってますけれどもこの白線を引いたりだとか、えー、する機会があるんですよね。あとは、まあ、この、なんでしょう、えー。継ぎ目をこう埋めるとかね、えー。道路ですね。道路の継ぎ目を埋めるっていう感じですね。えー、ここにこういうふうにいろいろこう書いてますけども。はい。こんな感じの。えー、まあ、いわゆる、あ、コートもやってるんですね。あの、一、まあ、つのこう、 薬品関係なのかなはい。えー、道路関係、えー、コート関係の分野でやっている会社のようですね。はい。あーで、エド・ジョーンズですが、まあ、今シーズンから復帰して、えー、ランキング21位と、ちょっとねあの、お休みしていたせいかあの、振るわない感じなんですけども、まあ、来年の契約に向けて、ちょっとこれから頑張っていきたいところですよね。 はい、であとはコナーデイリー、ーこちらも <laughs> US Air Force ねえ、おなじみですね、はいえー。現在ランキング18位ということで、えー、来年の契約に向けて頑張ってほしいです。はい、であとお、カーナンバー21、ソナックス、もこちらもご存知ですよね、まあ、ドイツの,あの、えー、なんでしょうね。 カー用品。こんな感じで。日本にもですね、入ってきてるんですけども、ここの、ハルカドという会社はですね、代理店なんでしょうね、きっとね。はい。えー、こういった感じの、えー、カー用品。関係。まあ、クリーナーとか、そういう感じでしょうかね。はい。えー、売っているようです。はあ、はあ。これ見ればわかりますね。洗車用品、足回り、外装。そういったケア用品をですね、 えー、扱っているということです。BK、えー、レアス BK、前回、前々回でしたっけ、えー、インディアナポリスモータースピードウェイのロードコースでね初優勝を遂げました。現在、ランキングも8位ということで、えー、非常にですね、えー、まだまだこのシーズン後半も頑張ってくれるんじゃないかなと思って、えー、期待しています。さあ続いて えー、カーナンバー22あのサイモンパジノなんですけどもちょっと元気がないパジノなんですがえー、ランキングは今6位ということであそれでも6位にはしっかりいるんですねあのえー、さっきのウィルパワーがランキング11位だったんでちょっとあの震わないなというかこの中堅クラスがちょっとね今シーズン元気ないんでえーまあ、もっともっとこうあのパジノあたりが 出てきてもうおかしくないはずなんですけれども、なんかねペンスキー全体が今回ちょっと沈んでますよね。はい。であのメナーズもご存知かと思うんですけれども、えー、なんでしょうねメナーズといえば家のいろんなこうなんでしょうね家関連まあ、日本でいうところのカインズホームとか <laughs> そういう感じですかね。 いろんなその、こう、えー、建築というか建てるための道具がこう売っていたりだとか、まあそういうことですね。あの家のメンテナンス的なものがですね、いろいろとこう売ってたりとかします。はい。さあそして、えー、今回調子がいいコルトン・ハータ。ー ですねはいえー、今回も、ね、あのポールポジション取りましたね。で現在、ランキング7位ということでちょっと、ね、ランキング的には沈んでるんですけれども、あのー、非常に、あのー、今シーズンも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれています。もっと、ね、ランキング上の方にいてもいいはずなんですがはい、まあ、今回、調子いいということでこれから、えー、シーズン後半にかけて、ね、また来るんじゃないでしょうかね。 はい、でこのゲインブリッジなんですけれども、あの、インディー500のね、あのスポンサーとしても皆さんご存知ですよね。えー、はい、これがゲインブリッジのサイトなんですけど、まあ、どういう会社かというと、いわゆるですね、金融サービス的な会社らしくて、 あのー、まあ、あの、個人年金、こういうのがいいですよっていうのを勧めたりだとか、えー、なんかそういうことをしてる <laughs> 会社のようです。はい。ちょっとあまりそういうものには僕も、あのー、<laughs> 詳しくなくてですね、あ、この出てきましたね。えー、インディー500の、確か第100回ぐらいからずっとやってるんじゃないかな、ゲームブリッジが。はい。 えー、スポンサーというか、一応、プレゼンテッドバイ・ゲインブリッジということになってますよね。はい。これまで、あの、インディー500は、スポンサーとかが、あの、ずっとついてなかったんですけれども、あのー、ゲインブリッジの、なんでしょう、こうプレゼンテッドバイス・ゲインブリッジということで、ずっとこれまでやっていますね。はい。はい。ということで、 えー、コルトン・ハータこれからランキング、もっと上位を目指していけるパフォーマンスを持っているので、えー、今シーズン、このレースも含めて注目していきたいと思います。さあ、そして同じアンドレッティオートスポーツ、アレクサンド・ロッシ、えー、今回はですねピンクのオートネーションカラーで走るようですね。はいまあ、オーートネーションとというとですねあのー <laughs> 今回なんかあのエラーが出ちゃってですね、今システムメンテナンスでもやってるんでしょうかね。はい。え300を超えるお店がですね、えあ300を超えるお店と2万6000人以上の、まあ、社員っていうか、アソシエイツっていうか言い方してますけれども、まあ,あ、こういった全米にえいるということで、このピンクのところがですね、展開している、 うーんお店になるわけなんですけども、うんまあ、新車とか中古車とか、あのー、車を買うときにですね、えーまあ、そういった意味で、なんでしょうねかか、多くの人がですね、このオートネーションを見て、えー、車の、まあ、大体相場感とか、そういうものを掴んでたりとかしてますね。はいえーまあ、そのオートネーションがですね、今回、えー、スポンサーということ。 ですねはいまあ、いわゆるディーラーのうちの一つというふうに見ていただいていいんじゃないでしょうか。でロッシーなんですけど現在ランキング12位ということでえー、なんかねあのー、一時期はアンドレッティーオートスポーツのエースとして、えー、あの第100回インディー500を制覇してからかなり勢いに乗っていたんですけれども。 心のところコルトンハーターとですね影に隠れてしまう言葉多くなってきています、えー、なんとかあの <laughs> 頑張ってほしいなというふうに思うんですけれども今回どうでしょうかさあそして、えー、<laughs> アンドレッティオートスポーツといえば俺だろうっていうのがやっぱりアンターレーでしょうね <laughs> はい。 あのー、本当、ここ1、2年どうしちゃったんだろうっていう風になんかあの、本当、これで大丈夫か、大丈夫なんでしょうかっていう勝手な心配をしてるんですが、えー、ランキングもね、今シーズン17位ということで、えーまあ、あ DHL とね、確か3年契約ぐらいで、今年が最後の年ぐらいになるのかな、えー、来年はちょっとわからないんですけれども。 えー、そろそろね、あのー、いいパフォーマンス見せないとだ大丈夫みたいな <laughs>、まあ、本当、中堅の中では本当に筆頭なんでね、まあ、パジノとかウィルパワーとかね、あの時代の人たち、ドライバーたちの中では本当にあの素晴らしいあの成績を攻めてるドライバーなんで、まあ、チャンピオン、インディー500、優勝とどちらも取ってますからね。えーえー、本当 中堅どころとしてご飯頑張ってほしいです。さあ、そして、えー、今回もレーホールレターマン・ラーニガン,ンレーシングは3代目が出ます。カーナンバー45、フ、え、ェ、ー、ルーチ、サンティーのフェルーチがですね、えー、出てくるわけなんですけれども、はい、あの、ハイビー、もう、わかりますよね、皆さんね、ハイビー、ハイビー。 ハイビーはですね、これです。あ、俺、すっ飛ばしちゃいましたね <laughs>。ちょっと今、すっ飛ばしちゃってみたい。あーすいません。ハイビー、これです、えー。これ終わってからちょっと戻りますね <laughs>。ハイビー、スーパーマーケットです。はい、こんな感じで。えー、いろんなところで展開しています。はい。えー、フルーチ、スポット参戦。ね、大丈夫 っていうか <laughs> なんとかレギュラーシートを獲得するためにも本当頑張ってほしいですね。はい、さあ、そしてちょっとすっ飛ばしてしまった <laughs>。あの、あ、だいぶすっ飛ばしてしまいましたね。まずは、ヒンチクリフ。はい、ヒンチクリフ、もうちょっと元気ないです。はい、ランキング19位ということで。えー いつもならもっと上にいるはずなのになぁなんて思うわけなんですけれども、あの、あれですかね。ちょっとあの、ブランクが空いてしまったのも影響しているのかなーっていうふうに思うんですけどね。ちなみにこのキャプストーンってどういう会社かというと、えー、これですね。あの、前をターガスタービン。 の会社だったんですけども、今はですね、グリーンエナジーということで、なんかちょっとイメージをこう変えてきているのか、あの、こういった感じでですね、工場の廃棄関係のシステムをこう、扱っている、えー、会社のようです。はい。あのー、まあ、なんでしょうね、えー、そういった、あの、 実際にこれで中に入ってどういうふうになるのかっていう細かいことまでわからないんですが <laughs> あの、興味のある方はぜひ <laughs>、えー、ご覧になってみてください,、はい。グリーンエナジーということで、あの本当に環境に、えー、配慮した、配慮というかあの、貢献している企業だというふうに思います。はい、<laughs> さあ、そして、えー、以前も紹介しましたね、えー、佐藤拓磨、えー、30号車。この シールドクリーナーズですけれどもね、えー、シールドクリーナーズはこちらになりますね。はい。あのー、このお休みまではですね、えーっと、シールドクリーナーズではなくて、えー、あの去年多かった、えー、マイジャックのカラーリングで出ていたことが多かったんですけれども、はいえー、今年はですね、 えー、確か全線じゃなくて、半分ぐらいでしたかね、このシールドクリーナーズのー,ローで走るということで、まあ、ご存知のようにですね、えー、ちょっと復習になりますけれども、あの消毒したりとか、えー、熱を測ったりだとか、そういうものをですね扱う企業ということになりますね。 えー、企業というか、まあ、ブランドですね、はい。会社そのものはですねあのボディカメラの会社のですね、えーまあ、要は一つのブランドということに、えー、なるわけなんですね。はい、はい、ということで、えー、佐藤拓磨選手は現在、ランキング10位ということになっていますね。はい あの市街地コース、非常にこう得意としているわけなんですけれどもあのデトロイトでも4位でしたかね、あの入りましたし、えー、確かそれが今シーズンのベストかなとうう思うんですけれどもまあ,あの本当に久しぶりの市街地コースの新しい、えー、何でしょう。えー 新コースということで、えー、新しい条件に非常にこう適応能力があるということでね、えーまあ、今回あの飛んだり跳ねたりってすごいコースですけれども、えー、なんとか結果につなげてほしいなっていうふうに、えー、思うんですけどもねはい、えー、頑張ってほしいです。さあ、そして えー、これフェルッチは先ほど言いましたね。で、ジミー・ジョーソン。はい、えー、川花は以前も紹介したことがありますけれども、あのー、車の自動販売機の <laughs> 会社ですね。あのー、ジミー・ジョーソン、今シーズン、ロードコース、ストリートコース出ていますが、なかなか、あの、手こずっている感じが。 あの苦労している感じがわ、えー、かるんですが、粘り強く頑張ってますね。はい。えー、ナスカの7回のチャンピオンということで、えー、本当に素晴らしいチャレンジだと思います。えー、ぜひ、頑張ってほしいです。さあ、そして、えー、あとはこちらですね。はい。 えーなんですけれども、今回、市街地コース、どうでしょうかね。あの、予選ではね、いいポジションにつけていましたね。はい、で、あの、今年はですね、ロードコースと市街地コースのみということなんですけれども、えー、ルーキーということで、このナーテック ODT <laughs> っていうものかな。<laughs> えーこれ 今まで僕知りませんでした。どういうスポンサーだったのか。で今回ちょっと見てみましたよ。はい。これがそのサイトなんですけども、あのー、いきなりなんか出すかスカのような車が後ろに出てきていて、はい。えー、どんなの会社なのかなというとですね、会社というか人、これ薬のブランドなんですね。えー こうやって見ると全然わからないんですけれども、あのー、片頭痛のですね、どうやら薬らしいです。はい。この片頭痛の薬でかなり売り上げを伸ばしているということで、はい。ね。えー、この紫のカラーリングがあの、イメージカラーということなんでしょうけど、あの、ボディカラーと同じになってますね。はい。 はいということで、あのグロージョン、この後、オーバルのテストするとかしないとか出てましたよね。はい。まあ、それで良ければ、オーバルデビューするのかな。はい。頑張ってほしいです。さあ、そして、えー、同じ、えー、ブランドのですね、えー、ドライバーがもう一人いますね。あ前回、ロードアメリカでしたっけかねあの。出ていましたけれども、コディウェアっていう、えー、ドライバーで、 えー、こちらはですね、ナスカーとかスポーツカーに出ているドライバーなんですけれども、えー、はい今回、腕試しということで出てきた感じでしょうかね <laughs>、はいえー。ちょっとあの目立った成績とかはなかった感じですかね。はいどうなんでしょうかね、今回、市街地コース。えー、はいさあ、そして、マックス・チルドン。 いつの間にかですね、マックス・チルトンに、このマッチフィットパスというスポンサーがついてました。僕、全然ノーマークでした。えー、<laughs> このマッチフィットパスっていうのが何かというとですね、えー、これですね、あの、チケットと ID を結びつける、らしいですね。えー、例えば、何でしょうね、ここに、 えー、チケットを購入して、で、ID と、あのー、結びつけて、えー、それで、それを、あのー、何でしょうね、えー、コンサートとか、そういうイベントに入場するときに使うということなんですね。まあ、伝送がなんか、ここ、絡んでいるようですね。はい。えー、ということで、まあ、これから、まあ、あの、チケットの転売とか、 一時期ね、あの、すごく問題になってましたけれども、えー、これからもうこういうふうになっていくでしょうね。はい。えー、そういった感じのシステムがですね、えー、いつの間にか、マックス・チュートンについてました。はい。現在、マックス・チュートンはランキング27位ということで、えー、はい。今回どうでしょうか。 はい、そして、えー、最後はですね、カーナンバー60、ジャック・ハーベイを行きましょうか。えー、メイヤシャンクレーシング、今回はですね、あのチームメート、医療カストレーシも走ってますしね、二、え、大、ー、体制ということになるわけなんですけれども、えー、オートネーション、まあ、ここ出てますけれども、えー、ここのおロゴはですね、ハイウェイになってますね。 ハイウェイって何かというと、あのいつもついてるこの、えー、シリウス XM っていうのはついてますよね。どういうことかというと、これです。えー、これはシリウス XM のうちの一つのですね、えーまあ、チャンネルなんですけど、シリウス XM っていうのは衛星ラジオ放送ですね。あのアメリカ走ってると ラジオの届く電波っていうのは非常に限られていて、それこそ田舎の方行っちゃうと全然電波が届かなくて、ラジオ聞けない状況になるんですが、衛星から飛んでくるんですね。ねなので、えー、ほとんどのところで確か聞けるはずですね、シリス X、まああのー。昔、ホンダの車とかによく、あのー、オプションでついてましたけど、今はどうなってるんでしょうね。はい、えー、ということで、 えー、こちら、ザ・ハイウェイってのはですね、Today's Country Hits。はい、これで分かりましたね。カントリーのですね、要は、あのー、ヒットチャートらしいですね。はい、チャンネル56っていううにここに書いてますけれども、えー、まあ、カントリーのその人気の、 お曲がででですすねこここ聴けるとといいうことらしいですあのミュージックシティって、えー、出てましたけれどもナッシュビルっていうのはですねあの結構音楽の街っていうふうに言われていて特にあのカントリーのですね、まあ、聖地的なあの <laughs> 場所でもあるんですねあのエルビス・プレスリーのうちがあったりするのもあ僕行ったことあるんですけど <laughs> えー、それでもちょっとあのご存知の方がいるかと思うんですが、はい、えー、その兼ね合いもあって、ソロシリウス XM のカントリーチャンネルをですね、まあ、今回スポンサーにつけているということのようです。はいというわけで、なんかあの全社紹介したらかなりの時間になってしまったんですが、えーまあ、今回はですね、えー 久しぶりに新しいコース、まあ、さっきも言いましたけれども、あのおそらくコタ、えー、コタってあの、あさっき飛ぶ、何でしたっけ、<laughs> あのオースチンの、あのー、F1 やってるところですよね。はいそこで、まあ、インディーカーは1回しか、えー、やりませんでしたけれども、だから覚えてないんですかね。<laughs> はいえー、そこ以来の新しいコースになるのかななんてちょっと思いますね。はいということで、えー、誰がですね初代のウィーナーになるのか、本当に、えー、楽しみですねで、えー。今回の決勝はですね、えー、9日月曜日の朝6時半からなので、わ、えーまあ、割といつもよりは見やすいかなっていうふうに思うんですが、ちょっと出社の時間ぎりぎりかもしれませんね、で終わるのがね。なので、ちょっと、あのー、見づらいかもしれないんですけれども。 あの是非お楽しみいただければというふうに思いますはいでは最後までご覧いただきありがとうございますもし気に入っていただいたらチャンネル登録と、えー、高評価の方もどうぞよろしくお願いしますはいではこれで失礼しますお疲れ様でした